日本鹿児島県鹿児島市西谷さん、西谷さんは、鹿児島県鹿児島市の町庭。郵便番号は8910117。人口は3746人、世帯数は1526世帯。西谷山1丁目から西谷山4丁目までがあり、西谷山1丁目から西谷山4丁目までの全域で、住居表示を実施している。高等学校や特別支援学校。 小学校が設置されており、隣接する谷山中央八丁目とともに、谷山地域における文教福祉施設の拠点となっている。鹿児島市の南部、木下川の中流域に位置している。町域の北方から西方にかけて、上福本町、南方には谷山中央七丁目及び谷山中央六丁目、次元寺町、西方には、下福本町、東方には、 谷山中央八丁目がそれぞれ接している。町域の北端を、鹿児島県道20号鹿児島加瀬田線が東西に通っており、南端の谷山中央及び次元寺町との境界上を、九州旅客鉄道伊ぶスキ枕崎線が通っている。中央部に、鹿児島県立海洋高等学校及び、鹿児島県立鹿児島盲学校。北部には、谷山吉木牧者幼稚園。 鹿児島市高齢者福祉センター谷山、谷山第二中央公園、南部には西谷山保育園、西部には鹿児島市立、西谷山小学校が所在している。現在の西谷山の区域は、昭和前期までは水田が広がっていたが、1942年に鹿児島市郡元町で航空機の部品製造を行っていた田辺航空工業の本社及び本社工場が建設され、 付近には従業員の社宅による田辺集落が形成されていた。1945年8月6日に田辺航空工業を標的とした空襲が行われ、工場が全開し、終戦後は平和産業への切り替え及び社名を新生工業に解消するが1951年に事業を閉鎖した。1949年12月に田辺航空工業の工場事務所跡に、 前期牧者の愛徳聖母修道会により児童養護、施設である愛の聖母園が設置された。1958年1月には、鹿児島市鴨池町にあった、鹿児島県立農業試験場が、田辺地区に移転した。敷地層面積は 2182.7R であり、主に水田が 437R、畑が 594R であった。二千六年に、谷山に設置されていた、 鹿児島県立農業試験場は廃止され、日置市吹上町和田にある、鹿児島県立農業大学公式地内に、農業開発総合センターとして開祖され移転した。1997年度より、谷山第二地区土地区各整理事業として、現在の西谷山及び谷山中央八丁目、上福本町の一部、下福本町の一部を区域とした72.9。 ヘクタールの区域について土地区画整理事業に着手し2016年に事業施行が完了する予定である。また、西谷さんの区域の全域及び谷山中央八丁目の一部が2010年に谷山文教福祉地区に指定されており谷山地域における文教福祉施設の拠点として位置づけられた。2003年にタウン遺高校である 鹿児島県立海洋高等学校が下意識より移転し、2011年4月には鹿児島県立鹿児島網学校が下意識より移転している。2014年2月17日に谷山第二地区と地区各整理事業の事業区域の一部において谷山第二地区として住居表示が実施され、上福本町及び下福本町の一部より西谷山一丁目及び 西谷山2丁目が設置された。2020年2月3日には、上福本町及び下福本町の一部より、西谷山3丁目、西谷山4丁目が設置された。鹿児島県立鹿児島盲学校鹿児島市立、西谷山小学校2020年現在の、丁目別の世帯数及び人口は、以下の通りである。市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。